オークショーを開催いたします。拍手ありがとうございます。さあご登場、もう皆様ねご存知かもしれません、待ちに待ったですねゲストのご紹介でございます、ゲストはこの方、レッドメモリーさんです。皆さん大きな拍手を。さあというのあすごい紳士紳士ですね。最後までマスクをつけて、そしてステージで取り外すということでございますけれども、さあ、あ、マイク入ってますよ。大丈夫ですか？喋っても大丈夫ですか？全然喋っていただいても大丈夫ですよ。はい、どうも皆さんこんにちは、レッドメモリーのレッドです。本日はよろしくお願いいたします。はい、アクションということでございまして、ゲストはレッドメモリー様、車の動画メインを投稿しながらですね、これに2度後も投稿されている車好きな人なら知らない方はいない YouTuber の方でございますね。よろしくお願いいたします。お願いします。さあということで、今回なんですけれども、第1回目のトークショーゲスト、レッドメモリーさんということでございますけれどもね、どうですか、これ僕らお話しさせていただくのはね、これで2回目ということで、Zoom のね打ち合わせもさせてもらったんですけども、まあ、今回初めて肉眼でこのように 3D で確認させてもらいます。すごく明るい、ね、動きもコミカルで、はい、ネクラなのでこう見えても、いや自分で言わないでください。それいやそんなことないですよ、いつも明るい方でございますしね、 YouTube でもコミカルな動きをされてますから、 NHK のお兄さんばりの感覚ね、お子様からですね安心してご覧いただける、そんな YouTube をね、常に投稿されておりますけれども、今日はいろいろとねトークショーでございますんでね、レッドさんのですね、まあ、セキララな、あレッドララな感じで、今日はですねトークショー赤だけに、赤だけに皆さんよろしくお願いします。さあということで、こちらまでご紹介できてますよね、チャンネル登録数43.7万人、すごいですね。車の方のご DIY 動画をメインと、車の方の皆さんも実は見たことがあると言っても過言はないということでございますけれども、どうでしょう、なんかいろいろと下調べ予習させていただいたんですけども、2020年にはオートサロンの方に来られてたとかっていうところで違いました？そうですね、はい、オートサロン自体は多分今回で5、6回目ぐらいだとは思うんですけど、すいません、何分私大分県に住んでますので、はい、ここまで来るのにだいぶ時間がかかってしまいます。佐伯市。そうですね、佐伯市です。佐伯市、佐伯市、すいませんでした。いえいえ大丈夫です、全然、ね、はい、今日は、そこから今日は陸路で、飛行機でですね、はるばる来ていただきましてありがとうございます。今日はですね、レッドさんの魅力の方を掘り下げていきたいなという部分ではございますけれどもね、どうですか今日久々に、オートサロンに来られた感想という部分では、この会場の雰囲気相変わらず変わらない感じですかね。そうですね、いつもその、うん、来る時にはこれぐらい盛り上がっていて、はい、やっぱ車のこういったイベントが、はい、こうだんだん少なくなってきていて、はい、もう自分の地元だと福岡の方とかで、はい、まあ、こういうカスタムショーとかあったんですけど、はい、今はもうなくなっちゃって、はい、まあ、あったりとかもあるんですけど、やっぱここまで盛り上がってるのは東京オートサロンのこのやっぱ雰囲気すごく楽しいですよね。ありがとうございます。ちなみにお聞きしたいですけど、こちらは今日の、あそうですね、はいはい、ちなみにですけど、今ここに360度カメラの方、置かせていただいておりまして、360度、はい、360度なので、はい、一応今回のこのトークの一部も YouTube の方で、はい、投稿させていただきますので、はい、私のトークかつちょっと皆さんの、リアクション